ばんは。ちょっと普通に今日レッスン終わって帰ってきて、もう5時くらいにお風呂入っちゃって、眠すぎて揺れた揺れた。はい、もう5時くらいにお風呂入って、もうどうしても眠くて、こんな眠い、雨だったからかな、めっちゃ眠くて寝てて、今起きた。嘘、揺れたよ。やっぱり家にいると気づく地震。まだカレー作ってなくて、なんか寝てたから作んないといけない。感想によってはアマゾン注文、そうですよね、私の食レポの次第ですよね。でも暖房暑くてほてってる。でもさ、レトルトってチーンかお湯だよね、どっちがいいかな。お湯の方が温まりやすそう。でも私カレーにさ、カレーに目玉焼き入れたいんだよな。いやでもな、普通の普通から楽しむべきかな。あ、チンできるって書いてあったけど、お湯の方が良さそう。でもご飯も冷凍ご飯チンしないといけない。なんでさ、カレーに生卵を私も入れるようになったかっていうと、怪物くんを見てなんだよね。そうだよね、最初はアレンジなしで食べるべきだよね。じゃあまずはご飯チンしてきて、お湯を沸かして、やってくるね。ちょっとそれ、この工程は別にいらないでしょ、だって誰でもできることだから。
できた。ちょっと今チンとお湯沸かしてる。にゃ。こんな早くお風呂に入ったさ、お風呂に入ったからさ、久しぶりすぎてなんか新鮮。早寝する。まあでもこっから普通に早寝できそうだけど。どこから洗うの？まず一番にメイク落とすかも。私はメイク落として頭洗うかな。髪ツヤツヤ？お風呂上がりだからかな。3から5分沸騰させますだって。3から5分って結構全然時間違うけどいいな。ね、アパートで今日 CBC ラジオだ。ごめん何も告知してない。どうしようどうしようどうしよう。そうだ今日ラジオだ。ごめん8時からしかもあと15分後だ。本当にごめん。あ、なんかブクブクいってるし。ごめん今告知する8時からだ。ごめんすっかり忘れてたよ。4日と18日ね。4月4日、ツイッターもするね。
どのくらい優先したらいいか分かんないんだけど、結構した方がいいのかな。でも冷凍ご飯も最近ね、最近ちゃんと炊いたやつだから食べれる食べれる。なんか湯煎って分かりにくいけど、今何分くらいしたかな。そう、あと固定分子じゃなくなったのと、そう、また今回からあのポイントがリセットされたので、私軍師やりたい。無理か。軍師やりたい私。鉄3人だから聞いてください、ぜひ。しかも CBC 地元だから車で聞ける。地元だったら CBC 夏祭りとか夏だってうなとり公園は私なのよ、それあやとりで。もういいかな。もうさそうだよね。湯煎って熱そう、開けるとき。めっちゃいい匂い。嘘。めっちゃいい匂い。で最近カレーずっと食べたくなる病気があるの多分。病気ってちゃよくない。待って、おひたし食べる。おひたし。おひたし持ってということで、1052日いくよ。
に。はい、ということで今日はギフタンメンさんからね、いつもありがとうございますっていうお気持ちを込めて、ギフタンメンのカレーが送って、カレーを送っていただきました。こんな感じ、結構シャビシャビなカレーだけど、ニンニクとか唐辛子も入ってて絶対美味しい、絶対美味しいじゃんっていうカレーです。本当に帰った時に私もいつも行ってるので、早速ですが食べます。せーの、いただきます。なんかね、でもお肉も入ってる、普通に豚肉かな、タンメンだったら豚肉かもしれない。いただきます。うん、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 めっちゃニンニクかも、しかも結構辛い、ピリ辛だけどなんかハマる。うん、激辛とかではないけど普通に辛い、ニンニクがもうまんま入ってるわ。美味しい。牛肉かも、牛肉かも入ってるの。これ、うん、うんふん、うんふん、なんかおばあちゃん結構隠し味にニンニク入れるんだけど、カレーそれは結構ほんのりなの、それががっつりくる感じだから、私ニンニク好きだから、うんふん、美味しい。普通になんかレトルトのカレーってこんな美味しいんだって今気づいた。うん、体温まるよ。うん、いや食べてほしい。私のファンの人絶対ニンニク好きな人多いじゃん。うん、めっちゃニンニク、でもご飯足りないね。このアバター何？ MM ルーズルさんのルルです。うん、買って。豚肉だった？私まだあと4つくらいあるかも。うん？ガチャのやつ分かりやすいね、このあったかいような、落ちてるらしい、これみんなさんもぜひ買ったりとか宣伝してください。
しました。うん、普通に美味しいんですけど、ニンニク美味しい。ニンニクあるから辛いのか。うん、普通に唐辛子も入ってる。普通に辛い。最近カレーは飲み物っていう言葉がマジでわかる。タンメンで言うと何かな、本当に辛いって思うから、私これ人によるような辛さ。私タンメンの5でも食べれちゃうから。5くらい。なんか無人販売があるの、岐阜タンメンの餃子とカレーかな。そこにもこのカレー売ってるんだし、普通に辛いと思う。からまあ岐阜近辺の人しかなかなか買いに行けないかもしれないけど、遠い方はぜひスーパーとかで。なんかチーズ、どうだろうか、普通になんかマイルドにするもの入れたら大丈夫そうだけど。鳥さんって YouTube の切り抜きの子か。私切り抜きの子って言われるの？でもめっちゃ言われる、友達にめっちゃなんか切り抜き取られ、切り抜き見てる、切り抜き乗ってるよってめっちゃ言われる。私切り抜きの子なんだ。切り抜きの子っていい子なの？それいいイメージ。コスプレね。え、でも全然ありがとうございます。切り抜きで来てくださる方が。みんなありがたいね。切り抜きの人。みんな。私のこと。広めてくれてありがとう。あ、いい方と悪い方があるの。やだ。いい方がいい、全部。いい切り抜きとかないか。普通にお肉も美味しい。
ひななさんの自信はもうね、逆にひななさんって本当にタイミングなんかすごいよね。地震やってる時に絶対ショールームしてるってイメージあるもん。逆に狙ってるんじゃないかってくらいすごくない？いつもなんか長いクッション頭乗せてる。あ、辛い。私でも辛いって思うから、ちょっと辛い人苦手な人は辛いかも。もう食べきっちゃうわ。ちょっと熱くなってくる。でも癖になっちゃう、私こういうニンニクで辛いのとか。カレーもシャバシャバ系だからなんかあんま噛まない。でも噛んでないよね今あんまり。うん、赤い。でも暖房ついてるからもともとほてっててよりほてっちゃう。食べた。ってくらいこんな一瞬で食べれちゃうカレーでした。うん、おいしい。ごちそうさまでした。美味しかった。普通に美味しかったです。本当に美味しかった。もうこれ好きだから私。まだあと4食くらい残ってるので食べます。ねえ、すぐなくなっちゃう。皆さんもぜひゲットしてください。これは本当に私が本当に本当にずっと大好きなギフタンメンさんにそのツイッターとかインスタとか載せてたらいつもありがとうございますっていうお礼をこのカレーでくださったので、逆になんかそれこそありがとうございますって感じですけど、本当に大好きなラーメンで世界一大好きなのでもう一生食べ続けます。ごちそうさまでした。ということでちょっとお皿だけ片付けてきます。美味しかった。本当に美味しかった。普通にペロって食べちゃった。
いや。え、私も本当に今まで食べたラーメンの中で一番好き、岐阜タンメンベタコンラーメン一蘭かな。おてってるね。一回暖房消そう。消したら消したら絶対寒いんだろうけど。そう、岐阜タンメンってチャーハンも美味しいの分かる。私半チャンセットにしちゃう、いつも。ハヤシライスも好きだよ。うん、高山ラーメンとかもシンプルで好きだけど、私ニンニク入ってないとラーメンってあんま好きじゃないんだよ。ラーメンにニンニク入ってないのはあんま好きじゃないってことに気づいた。え、あるよねやっぱ。あ、でも一風堂も最近好きかもって思った。この前行ったんだけど、やっぱニンニクを自分で潰せるってめちゃくちゃいい。まあ、とにかくニンニクが好きっていうことですね。逆にさ、ニンニク好きな女の子ってどうなんだろうね。なんかずっと言ってるけど、なんかどう思うんだろう。男性からして臭そうって思う？でも結構メンバーとかあんま食べてる子いないんだよね。対面でニンニクしたら見てたのかも。まあそれはね、確かに。私パスタもペペロンチーノが一番好きなんだよね。王将はそんな最近は行ってないけど、全然行くときは行きますよ。家系はけど二郎系は最近食べてないかも。天下一品は1回くらいしか行ったことない。マリアがめちゃくちゃそう好きなの、ニンニクだから。マリアとはね話し合うんだけど、でもハマも好きだった気がする。
スタ私も大好き。あとね、なんかスパジローってあるじゃないですか。スパジローも好き。冒険少年がついてる。普段でもテレビ見ないから何何。でもなんか今日特番いっぱいってるね。あ、これドラマ祭りってさ、これってさ、NG シーンとかある、 見てみよう。フジテレビに変えました。うん、ペロンチーノ好き。カルボナーラもね、最近コンビニの食べて美味しかった。あ、今日パスタ食べた、セブンの。ペペロンチーノ食べた今日。セブンの。美味しかった。ナタンちゃん可愛いんですけど、ちょっとツイッター出てきた。生ガキ好きですよ。あ、そういえばなんですけど、ちょっと小耳に挟んだことがありまして、6月25、26のリラクホテル愛媛の24、25か26、26か、リラクがちょっと埋まりつつあるらしくてお部屋が、そうからもしリラクがいいなって人は早めに撮った方が良さげらしいですよ。もう結構
止まってきてる。もう残ってないんだ。もう残ってないんだ、高い部屋しか。てかみんなのが知ってるの早い、マジ。どうやって見んの、見たい。高いのは知ってるよ、そりゃ私たちも泊まってるから。楽しみだな、リラク。リラクじゃない、愛媛だった、間違えた。めっちゃ間違えるやん。これリラクのサイトから見たらいいの。ほんとだ。こんな部屋あるんだ、リラクって。わ、モダンスイートだって。うわ、めっちゃ良さそう。私ここ泊まりたい。こんな部屋に泊まってないよ。泊まってないよ。今んとこ行くよって人どれくらいいます？まあ倍率とかの問題も結構ありそうだけど。待って、そんな、あ、そんどんだけ来るんだろう。8人やったね。どうするんだろうね、全員でやるのか、ユニットとかも作るのかな、どういう感じなんだろう。いける感じじゃないと思う、きっと。風にもう結構前から予定立てとくべきじゃないか。逆にみんな的にユニットとかあってほしい。なってほしいな。あるかな、3人なのか2人なのか。でもそんな、なんか衣装とか持ってこれんのかな、コンサートって言ってるけど。でも8人で2時間ってできんのかな。
キーセブンで2012年なんだ、私11歳とかなんだね。いや分かんない、2時間あるか分かんないけど、もし2時間やるとしたらね。いやでもな、ちょんまいラブの共演者さんもきっと見るってことはちょっと恥ずかしいな。時間もね、早めに話した時も聞いてみるね。お腹いっぱいマン。ウォーターボーイズってどういうドラマ？うん、どっから来るか、普通に2時間くらいやった方がいいんじゃないですかって話はしてみるね。8人で2時間っていうの結構だから、どうだろうね、スタッフさんもどう考えてるか分かんないけど。流行ってた？ああ、スイミング？スイミングじゃない、あ、スイミング合ってるか、スイミングの話。眠いんだわ、眠い中にカレーを入れたからまだ起きてないよ。DVD かブルーレイの見れる機会あるよ、私の家にあるよ。どうして、まあ、もう今日朝早かったから眠かった。今日はね、よ、5時間くらい寝たかな。うん、昔 DVD プレイヤー買ったから持ってきた、それを実家から。なんか私多分 SNS に全然写真載せてるの追いついてなくて、キスバイトの写真とか何も載せてないよね。
あと昨日 T シャツ短パンを着てさ、ブルーレイ見れるよ。 T シャツ短パン着てさ、めちゃくちゃ太ったなって感じたのね。すっごい性格悪そうな女の子の写真。キスバイエイトってもうさ、チケット売ってないんだっけ。一般？じゃあインスタ載せようかな。免許証の写真絶対見せない。もう千秋楽で目パンパンでいったからね。もういあんま出さない。キスバイエイトいつ撮ったっけな。免許写真絶対見てない。私キスキスキスねちゃんと見てないんだよね実は。前のやつ失格だよ。新感覚派ってなってちょっとやめて。なんか何言ってんのこいつみたいなトーンやめてもらっていい？2枚のセルは、でもオムニバス形式だからね、話はあまり繋がってないから大丈夫っていう感じではあるけど、でもねいろんな役挑戦するってちょっとね気持ちの切り替え結構大変そう。キスバイエイトの告知どうやってやったらいいんだろう。てかさ元カレですの歌詞をさ最近解読しようと思ってさメンバーと言ってたんだけどめちゃくちゃむずいくない。そんなことない。
キスバイトのホームページがちょいちょい変わってる。かわいい。なんかストーリー出てるじゃん。ちょっと人々がマスクをして一定の距離を保たればならない世界で出会ってしまった現代のロミオとジュリエット。おお、横内さん素敵なこと。なんか女性たちに捨てられたアンドロイドとダメな男ばかりを好きになってしまう女の子の運命的な出会い、ハイスペック彼氏の飼い猫と猫嫌いな彼女の縄張り争い、ストリートミュージシャンの女の子とそれをこう更新的に支える女の子との恋模様、恋愛多いね。さらにそれそうか、さらに恋バナで盛り上がる女子高生たちや古典を教える女性予備校教師、岡持ちでラーメンの出前をする元気なバイト女子、これハマ？献身的？献身的ってどういう意味だろう。調べよう調べよう。自分を犠牲にして尽くす様だって。なるほどね。ストリートミュージシャンの子を、女の子を自分を犠牲して支えていく女の子だって。献身的ね。分かんない、これハマーなのかな。ハマーやってたのこれ。じゃあハマーなんじゃない。さまざまなシチュエーションで繰り広げられるドラマを、コメディを織り交ぜながら、時にシリアスに、時にシュールに、そして切なく、チームメイトメンバーたちが演じます。果たしてそれぞれの物語でどんなキスが書かれ、どんな結末を迎えるのか、それぞれの物語はもちろん、講演会ごとに主人公が変わる構成にも注目。でもこれはスタッフさんとか横内さんが決めてくださるのかな。でも私恋愛もの好きだからな、恋愛ものはちゃんとやりたい。やつらとファンレベル5に上がった。何ファンレベルって。あの横内さんはこういう役とか合いそうとかちゃんと見てくれてそう。あ、これか。何これファンレベルって。じゃあちょっとホームページの文章をパクっていこうかな。
そんなさ、結構キスするシーンあった？そうなんだ。これさ、ツイッ、あのインスタのとこにさリンク貼ってもさ、文章にこうなんか載せられないもん、なんか タップできないもん。載せます。うん、キスキスキス見れてないんだよね。どうした？まあ一応リンクあったけど、いらないよね絶対このリンク。私の昨日の自撮り漏れてない？ちょっと自分で言うなよって感じかもしれないけど。ねえ、紫嬉しい。私紫好きだから嬉しかった。最近アマプラとか開いてないからちょっと開いてみよう。鬼滅見たい早く。もう終わっちゃったからさ、暇じゃない？うん、たまたまっていうか、一生さんが選んでくれって紫になったと思う。え？コナンやってる。え、待って、絶対遅かった。コナンあるよ。私昔の子のあんまり好きじゃないんだよね。カラコ狙いのラブレターとか根性のフィストとか大好き。事件のスナイパー、天空のロストシップも面白かったよね。わ、私キットが好きなの。キットコナンあるよ、アマプラいっぱい。見たくなっちゃう、そんなの。花ダンファイナルもある。
ドラえもん、まだドラえもんって絶対泣くもんね。なんかいっぱいある。ネットフリも開いてみよう。ねえ、私さ劇場公演一緒に見たいって思ったんだけどさ、劇場公演って私最近出てるなったっけ。うるさい。千秋楽しかないっけ。そう、1ヶ月前までだから、そんなないよ。私もしかして出てない。雫って何ヶ月前、ちょ1ヶ月前、いつ見ようかな。どうやって稽古が始まる前にゆっくり見れる日ってそんなないよ。そう雫って1ヶ月前違う。誰か教えて。千秋楽が出たのは分かるんだけど、クレニャンクレニャンと連絡取ってる。3月、うわ明日まで、明後日までか。うーん、でもなー、明日の昼間だったら見れる。しずく、その昼間ってみんな見れる。6日の昼間も見れるけど、どっちがいい。平日昼間は仕事、まあ私も仕事ですからね。平日ですよって言って、私も仕事ですからね。じゃあ諦める。でも私最近見てないからな、見たいかも。でも逆に、でも私がただただ公演見るだけでもいいなら、見れる人は見てくださいって感じかも。だけどそれでもいい。昼は七瀬生誕だから夜、逆じゃない、七瀬の生誕は夜だったから昼じゃない。私が普通に公演見たいかな。でもちょいちょい MC とかもしかしたら飛ばしちゃうかもしれないけど、普通に自分の踊ってるとこ見たいかも。いい、明日明日のじゃん昼間2時とか。私あれ入ってないの、映像倉庫入ってないから見れない。見ます。
正直 B の選手力が絶対移り悪いだろうからな。舞台終わった後だから配信自体は夜はできなくて、明日はお仕事があってできないかな明日。本当？可愛かったから。VR も入ってないからな。寒くなってきた。見るまだだよ。2時ぐらいにやろうかな。でもキスバイエイト普通に楽しみかも。逆に自分がこのジョンマイラブでどれだけ育ってきたんだろうっていう、なんかその成果が出るのか出ないのかが気になる。なんかこのキスバイエイトで、なんだろう、私もあんまりメンバーと一緒に演技したくなくて、なんかそう、これは前も言ったんだけど、だからちょっと、え？何？まなみさん？コメントしてる？まなみさんどこ？いや、何してんのってウケる。何してるんですか逆に。まなみさん何してるんです、ショールームしてる。まなみさん、え、普通に今日レッスン終わったじゃないですか。レッスン終わって帰ってきて、まなみちゃん忘れた、まなみちゃんそう、レッスン終わってもう帰ってきてお風呂入って寝てました。まなみちゃんって呼んでるんですよ。そうだったそうだった、まなちん、まなちんって呼ばないといけないんだった。マナチン、マナチン、どっちがいいですか。マナチン、マナチンにしよう。マナチン、マナチン、逆に何してるんですか。マナチンの。マナチン、マナチンにする、マナチンにします。ちょっと会わないと忘れちゃう。あ、ショールームするんですか、だから言ってたんだ。もうまなみさんとは、まなみさんって言っちゃったよ。マブですよね、マブ。普通に仲良い、よし。普通に仲良い。いや、なんかすごい喋ってる感じとかして結構
年離れてると思ったら一個しか変わらないまなみちゃん、バイバーイ。二人で食事全然いける、全然いけるし、二人でいる時間結構ある、結構ある。バイバーイ。私アップデートしたいのに、みんなが最近絵文字送ってくるから私絵文字化けしちゃって、ギガがないからアップデートできませんって言ってる。マジで消さないといろいろ。何がダメ？何がこんな容量重いの？LINE がめっちゃ容量多いんだけど、これどうしたらいいの？あのギガじゃない、ストレージ容量がない。なんかさ、バックアップ取るみたいなんじゃ、バックアップなくしていいんだけど、別にトーク履歴いらない。いるかな、履歴消したらいいの？履歴消したら結構変わる？会話してない人の履歴とか消したらいいってこと？合ってる？とかグループとか抜けたらいいのかな？違う？設定トークデータの消去でどのくらい使ってるか。トーク履歴は消しちゃダメだよね。でもこれ何かデータの消去したら怖いことになっちゃう。なんかやめようやめよう。容量ない、アップデートできない、できない。アップデートしたいんだけど、やっぱ写真かな。使ってないアプリとかそんなないんだけど、128ギガの iPhone 使ってる。とりあえず早く携帯変えたいな。一旦履歴消すわ、トーク履歴。会話してない人の。
会話してない人だけ消すね、とりあえず。1年前の3月とか。動画、いや動画めちゃくちゃある。私二人公演も起こさないと。iCloud ってどうやってやるんだっけ？パソコンいる？ iCloud ってやつやりたいかも。お金かかるんだっけ？でもそれ、お金そんな高くない。でも そんなかかんない。でも NeeTV って何？容量に今これもう5ギガ使い切っちゃってる。え、これどうやって買うの？ iCloud って2テラバイト？どうやって買うのこれ？え、iCloud にね、写真とか写したら別にこんな容量気にならなくなる？ってこと？そんな量いらないかも。に、そんないらないかも。追加できないの後に。今だって5ギガとかでしょ。5ギガって写真がもう半分くらい占めてるから、そんな、こん2テラも2テラいらない。50ギガで月130円。どうやって買うの？どうやってやるの？何をしたらいいの？なんかみんなが言ってることが違くて私はもう分かんないから。え、写真 iPad に写したら、でも iPad の容量なくなっちゃうやん。全部写すん？でも iPad ってそんなギガないよ。設定から変えるの？え、とりあえず iCloud 買ったらいいんでしょ？そしたらこうならない？え、こうならない？教えて誰か。iPhone13 も買うよ。後に買うけど別にさ、iCloud、Apple ID すらだったら大丈夫じゃない？これ買えばいいのか。これ買ったらいいの？
今で買わない方がいい？じゃあとりあえず D ママ待っとくね。512GB もいらないよ。そんないらないよ絶対。もう私この携帯2年半使ってるからね。そろそろ変えないと。ほんと機械音痴だな。とりあえず写真とか動画を iPod にちょいちょい写していくわ今から。なんやかんやしても1時間半くらいやってるショールーム。でも毎月100いくらとかでしょ。私さっき何円って聞いてたよね。何円って聞くのやめないと。いくらって聞かないと。ね、なんかデータってすごいよね。データって深くない？深い。今日さ、軽公園のさ、坂上がりのさ、手のひらっていう歌を今日やったの、リハ。めっちゃいい歌だね。あんままだ歌詞覚えてないけど、めっちゃいい歌。うん、これ1曲目なんだっていう。なんかでも1曲目バラードみたいな新鮮だったから、いい曲だね。みんな「ふぎり」って歌知ってる？ふぎり、ふぎり知ってる？私ふぎりももうやったんだけど、ふぎりのダンスがちょっとむずくて。
かなんか振りがねすごい10年前って感じ。いやなんか令和のダンスではなくて平成って感じ。本当に稽古はまだ知らない曲多すぎて早く覚えないと。ダンスとかもなんかもうその昔ってダンスを揃える概念があんまないからさ、みんな違うのよ振り分見てると誰が正解で誰が合ってるのか分かんなくて。エンドロールって私なんか踊れるかな、側転とかするでしょ。8人だからね、一緒に出れないって子が何人もいるけど、初日に出るの負けて、あ、K の初本当の初日ってことか。まあ発表待ってくださいって感じ。エントロールはないかな、失礼。できないかな私的に。むずそう。でも私。さあせっかく経理入ったからにはこうダンス練習しないとさ意味ない気がするけどね。ダンス曲やんなかったら私何も変わらない気がする。青ざめた月が窓から降り悲しいのになんとかとなれるなんたた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 たダダ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 。でもやっぱダンスこう K の今リハしてて思うけど上手い人多すぎてなんか本当により下手に見える自分が。昨日の蜂の巣よかったよ。嘘、見えてたの？ノットイエットも私一回も踊ったことないわ。スイカベイビーとかはあるけど。そらの頑張ってる、めちゃくちゃ頑張ってるよ。私より振り覚えるの早いんじゃないかってくらい。
週末にキスしたことない。週末にキスをしようぜもない。あるわペランをやったことあるわ。嘘ついた。いや私でもずっとやってみたいのある。波乗りかき氷やりたい曲いっぱいあるんだよな。でもなんかコンサートとかさだったらいろいろできたかもしれないけど、コンサートはなかなかね、うん、ないから。ノットイットの曲結構好きかも。逆にさ、私のこのユニット曲見てみたいなとかありますか？でもなんかね、ちゃんと可愛い、ちゃんとそのユニット曲やってやりたい。曲の衣装や着てやりたい。フレンチキス。ね、カトリナさんとさアンニーさんの MC はめちゃくちゃ良かったよね。フレンチキスとか多分全然知らないかも。 MC はね、誰と見たい、誰とのが見たい。初恋ダッシュはやったことあるよ。ちなみに、ちなみに鳥ももなんだなんか大西とさ昨日久しぶりに喋ってさ、めっちゃアンロケのやつ過去形だったねってファンの人に言われたねんけどって言われた IMC はってガチ感出るのがいいのか、ちょっと面白みがあった方がいいのか、どっちだろうね。これ誰とやったらガチ感が出るとかわかんないけど、なんかピナちゃんとかと分かる。ハートの独占権とかアボカドとかやりたいかも。でもどっちが上でどっちが下かとかも結構重要じゃない恥ずかしくなっちゃいそう。でもどっちがいいんだろう。私が下？え、逆にさ、あれみんなどういう感情で見てんの？わー、エッチだなーと思って見てる。
ニヤニヤだよね。私もニヤニヤってしながら見てるメンバーの無心。私がやっても無心。ちょっとレナッチさんとアンニさんの普通に見たいな。乗ってないかな。見るの好きっていうか、いやエッチだなって思いながら見るよ。乗ってないかな、見たい。待って、アンニーさんが下なんだ。なるほどね。すっごい可愛いんですけど、二人可愛い。綺麗。ゆうなさんの見た見た。今探してるないかなって。なさそう。あった。
ここだけあったそこだけあった、そこの動く部分だけあった。でも私あんまり2人のユニットやったことないからな。やりたい。気づいたら2時間くらいやってるんじゃない？びっくりした。なんか雨だとさ頭ポケーってしない？ポケーってしない？ポケーって。こんくらい暗くしよう。あ、じゃあそろそろランキングを見ます。明日は2時くらいから劇場公演見る配信しようかなって思うので、ぜひ皆さんお付き合いお願いします。見れる方はちょっと夜はお仕事でできなくて、配信が多分だけど、遅くなっちゃうから見送ります。13位レリオス、陣吉さん、12位ドクタケさん、11位中心アットマーク超大森なとりどんさん、10位中心さん、9位ダイヤくん、8位マジバナちゃん、7位 TK トンからアットマークタイのなとりどんさん、6位ロロさん、5位 MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、4位マイキーアットマーク今日も超可愛い幸せの日いつも幸せありがとうさん、3位ダブルの連続ブルー連続ダブルブレーキの林さん、ミスタージャパンさん、2位イナジーアットマーク21歳のユーナを彩りたいさん、1位ゆうきさんです。ありがとうございました。ということで私は早く寝ようと思います。見てくださってありがとうございました。おやすみなさーい。